シネマアート新宿は東京都新宿区新宿3丁目にあるミニシネコン。シネマアート新宿2006年12月9日、シネマアート六本木、シネマアート震災橋に続く株式会社 SPO 直営の映画館シーネム、r t 3 5店として旧新宿文化シネマのスクリーン2.3跡地に開館した。 オープン初週の同年12月9日から15日までは、コケラ落とし上映イベント、シネマートシネマフェスティバルイン新宿が行われ、パクシニアン支援のインディアンサマー、キリマンジャロなどが上映された。運営会社の株式会社 SPO が得意としている、韓国、中国等のアジア系映画のみならず、洋画や日本映画も多数上映しており、公開初日に、 舞台挨拶が行われる作品も多い。テアトルシネマグループが発行している TCG メンバーズカードが使える。また、他社でも導入しているレディースデーだけでなく、毎週月曜日をメンズデー25日をシネマアートデーとしてそれぞれ割引を適用するなど独自の制度を多数設けているシネマート新宿は各会完全入れ替え制で全席指定席だが、 スクリーン1の初回の上映のみ自由席という特殊なシステムとなっている。上映当日は、会館とともに各上映会の券を発行するため、早めに劇場に来て、上映前まで別の場所にいることも可能である。シネマート新宿では、ポイントカードを発行している。ポイントシステム等の詳細は以下の通り、2015年6月13日閉館、スクリーンとは、 角川シネマ新宿が入居。ただし、公開初日、二日目は適用外となる。ABC、いよいよ2006年12月9日オープン。CNMRT 第3号店、シネマート新宿 SPO。 http://www.sponc.jp:/company/chinjuku.pdf2016 i 年6月9日閲覧シネマート、新宿劇場情報より、ありがとうございます。